平野紫仕様の活躍に続き、岸優ユタの合流に期待高まる。日本のエンターテインメント界において、若手アーティストたちの活躍が注目されている。その中でも、元キングプリンスへの平野仕様がファッション誌エルジャパン、11月号特別版の表紙に登場し、ようやくが殺到したニュースが話題となった。彼の活動に対する熱い指示が示された瞬間である。 さらに、岸優太が来月に合流するという噂が広まり、音楽界がこの二人の未来に興味津々となっている。エルジャパンの表紙決定が発表されると、各ネット書店では予約が殺到し、発表翌日には重版が決定されるなど、異例の盛り上がりを見せた。芸能関係者によれば、平野潮はジャニーズ事務所を辞め、 TOBE に合流したものの、その後の活動はインスタグラム程度にとどまっていたため、ファンは平野の活動を待ち望んでいた。そのような状況でのファッション誌の標識用は、多くの人々にとって驚きであり、予想を上回る盛り上がりを生み出した。TOBE に合流した当初、平野は、ライブをやりたい、と語っていた。 のちから合流したいムップがデビューを果たしたものの、平野は音楽活動を公に行っていなかった。しかし、来月にはジャニーズ事務所を退除すると言われているキシ太タンが TOBE に合流することが確実視されており、音楽界ではこの3人が共演する瞬間を待ち望んでいる。 あるレコード会社関係者は、音楽を指導するのは3人が集まった時だろうと言われていましたので、10月以降は3人の音楽活動がスタートすると見られています。イムップは CD という形でなく、自分たちのレーベルで配信という形をとっていましたので、平野紫耀らの音楽活動も配信形式となるのでしょう。 ただし、ファッション誌で見られたように、ヒラの仕様は爆発力が違うと業界内でも高く評価されています。従ってメジャーレコードレーベルが彼に注目し、獲得に名乗りを上げる可能性も考えられます。彼の才能と可能性に対する業界の期待は非常に高いです、と述べた。これまで平野仕様は、 俳優としての活動やファッションシーンでの存在感を示してきたが、音楽シーンでもその力を発揮する日が近づいているようだ。そして、シユータの合流により、ますます注目が高まっている。結論。平野紫耀のエルジャパンの表紙起用は、彼の人気と才能を改めて証明する瞬間となった。 これからの音楽活動に対する期待が高まり、岸優太との共演による新たな可能性が広がっている。日本のエンターテインメントシーンにおいて、平野紫耀と岸優太の動向は今後も注目され続けることだろう。彼らの成功を心待ちにし、彼らが音楽シーンに新たな風を吹き込む瞬間を楽しみにしているファンが多いことは間違いない。している